こんにちは、かおりです。今日は2月のバレットジャーナルのスケジュールを書いていきます。で2月のですね、テーマはこのクリスタルにしてみましたで。こんな感じでまたちょっと本みたいにこれがテーマだよっていう風にしてみようかなと思ったので、えっと、これは0.5ですね。この0.5で、あのー、こうやって書いて四角にして、 クリスタルを描いていきたいと思います。塗るんだったっけな先に塗った方がにじまない気がするのでこのマイルドライナーですね。これちょっと塗っていきます。ちょっと隙間が空いてもまあいいってことにしてこういうふうにちょんちょんってやっていきます。これは後ろにいじむんだろうか。後ろにはあにじんでないすごいですねこれは。 紫はこれですねこれでなんかスマートパンダって書いてるんですけどこれも多分マルドライナーと同じようなあの感じで使ってますこんな感じで綺麗な発色でまあ後でこのペンですねこれでなぞっていきたいと思いますこんなふうにカレンダーを書いてみました 次はもう乾いたかなって思うんで、これ化粧もねで消えるのかわかんないんですけど。これ、あっ、ちょっと滲んだんですけど、まあ、いいやっていうことで。まあ、くっきりとはま書かないで、ちょっと隙間開空けてやる感じでいいにしてます。紫のこの塊みたいなやつですね。こんな感じで。こんな感じで。 じゃあこのカレンダーですねカレンダーはまたここはあの月間の見,見開きというかカレンダーで3と3に3個分のこのマスにしてます。という感じで3で3三という感じで。私は個人的にはまあこういうぐにゃぐにゃしたのは まあんあまり気にならないんですけど、もし気になる場合は、あの定規で、あのー、綺麗に描くのもいいと思います。じゃあ、ここは、今月はこ、こうてあのいろんな色のクリスタルがあると思うんですけど、とりあえず、この今気になってるのは、このピンクのですね、やつなんで、ピンクの、このお絵描きをしていきます。ローズクォーツって言うんですか、これ。 まあ、結構前から気になってるんですけど、まだ、あの、注文するには至っていないという感じで、このぐらいの大きいのをちょっとドーンと書いてみました。大小みたいになっちゃったんですけど、これで、えっと、また、細いのでなぞった方がいいと思うんで、あのおすすめは0.2とか0.1とか、うんと,、えー、と、合う気がします。ちょっとまだ早くてにじみそうなんで、 えー、習慣のチェック表ですね。これをまた0.5のでなぞっていきます。今回は2マスと横が14っていうことにしようかなと思ってます。14。えっと、1234567890。瞑想は何でしょうね。まあ1日5分とかね。あのー、自分の 呼吸にに意識を向けててみたたいいいいなそうううのでできたらもういいことにしてますあんまりねなんかがっつり朝あの時間とってとかって考えるとちょっとねあの続かなくなっちゃうんでそれよりもねあの自分の習慣にするのがあの大事だと思ってるんであとはじゃあ,あの水ですね1個開けてじゃこの辺これはまだ多分あんまり習慣になってないなって自分で思ってます 読むようにしようって思うんですけど、それだったら先になんか携帯触ってたりとか、あのー、そうですね、なんか代わりに携帯触ってることが多い気がします。あんまりそれっていい習慣じゃないと思うんで、あのー、本読んだりする時間も大事だなと思います。あ、掃除ですね、掃除。 掃除している時の自分としていない時の自分みたいな、まあそのぐらいは別に単純なんですけど、掃除はまだちょっとこうやってチェックしてあげた方がいいかなっていうふうに思ってます。こんな感じで、あ、これもなんか面白いですね、このデザイン。2月の週間のチェック表はこんな感じにしてみました。なんか宇宙船、<laughs> 宇宙船っていうかなんかロボットみたいになっちゃったんですけど、<laughs> まああのー、後で。 ちょっとペンで直そうかなと思いますじゃ次のページですね次のページはゴールのページになりますゴール今までこんな感じで大文字だったんですけど大、まあ、文字でただシンプルだったんですけどここをちょっと加えてみたら面白いかなと思ってこの。 個人的な、まあ、生活のゴールとそして仕事ということにしています。そうですね。まあゴールはこんな感じでやってみます。じゃあ次のページですね。感情のチェック表ですね。あのたくさんクリスタルを描いて、えっと、28個ですね。そして最後に感情の表を書いてどんな色を塗ろうかなっていうので。 やってみたいと思います。じゃあ、クリスタルをたくさん書いてみました。こんな感じで、こんな感じで、あともう一個ぐらいなんか後で感情が思いついたらこうかなって思ってます。感情のチェック表のページはこんな感じで、 後で消ししゴム掛けをしていきますじゃあ次のページあそっかあのー、マスキングテープとかも貼ってなかったね今回はこのちょっとなんだろう抽象的な何だろう光も光もなんかいろいろな光がありそうなんでマスキングテープを貼っていきたいと思いますアリエクスプレスで買いましたあ取れました どうしよう、こんな感じで、こうした方がいいか。たら可愛い,いのかなって思って、ちょっとやってみます。組み合わせではどんなのがいいのかな。やっぱりさっきの抽象画。<laughs> 抽象画 <laughs>。抽象画っていうか、この、なんでしょう。綺麗な模様のやつも、もうちょっと貼ってみようかなと思います。こんな感じで、ちょっと貼ってみました。 で次のページですね。次のページは、えっと、セルフケアの、なんかアイディアがあったら書いていきたいと思います。もう意外に美味しかった、あのー、ヘルシーレシピとか、書き留めておきたいと思います。まあ、でも、クリスタルで、クリスタルでメモ帳ってなんか、あれなんですけど、まあでももう書いちゃったんで。 そして、ここになんか、あのー、なんていうんでしょう、好きな言葉みたいの後で書こうかなと思っています。で、今回の見開きはですね、ここ、えー、こういうふうにまあ四角にして、まあ、月か水も金土っていう形で書いていこうと思います。また、 今度は違う色でちょっとクリスタルを描こうかなと思います。で後でなぞったらどんな風になるのかちょっと。でもし、うーん、なんか見栄えが好きじゃなかったら、ここになんかお気に入りの言葉とか書こうかなと思っています。じゃ次のページですね。次のページは、あのー、2月のどの週だよっていうのがわかるように、血管の小さいの、 描いていきます。メモみたいな感じで描いたら可愛いかなと思って、でも面白いかなと思ってこんな風にやっています。じゃあここはトゥドゥーですね。トゥドゥやることリストということでメモですね。こんな感じになりました。じゃあ消しゴム掛けをしてお見せします。 じゃあ最後完成したのをお見せします今日の動画はいかがだったでしょうか動画が気に入りましたら高評価そしてチャンネル登録お願いしますまた次の動画でお会いしましょう